はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、めちゃめちゃ雨降ってますけど、あ、雷も鳴ってますけど、4日目の朝ですね。今5時です、ちょうど。はい、ということで前回の続きをやっていくんですが、その前にね、お腹がめちゃくちゃ空いてるんで、ちょっと飯食わしてもらっていいですかね。ご飯どうしたっけ。あ、ご飯ここに変えたんだった。飯食おう。とりあえずこう、やおかみに肉グリルがあるんで、これでも食うか。これ食べて、ビスケットも結構か、あ、ビスケットあんまり回復しないんだよね。この辺は、レーションは、あ、これめっちゃ回復するじゃんね。これでも結構いけるか。あ、一瞬で上がるんだね。8個で 80g に、このじゃあ。ベロ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 。一気に上がるんだね。81、まだ食えんの？あ、もう食えないんだ。満腹なんだ。あ、なるほどね。まあ、水も飲むか。水また汲んでこなきゃダメだね。水も一気に上がるのね。なんか一気に上がるのはいいね、なんかね。ねえ。もう一杯ぐらい飲める？はい。ということで、また水汲みに行かなきゃいけないね。まあ、汲みに行くか。缶缶は分解しちゃおう。あ、そうか。缶詰食ったから空き缶が出たのね。はいはいはい。ということで、今日は何をするかなんですけど、ちょっとね、遠出をしたい気分ではあるんだけど、その前に教えてもらったんで、弾薬ボックスの一応コメントで、弾薬ボックス掘ろう。そうそう、コメント見て思い出した。そう、この辺だよね。この辺だよ、確かあるの。ここかな、ここかな。ちょっと掘ってみようか、掘ってみようか。そうそう、この地下の入り口、なんかね、壁際だったっていうのは覚えてんだよね。向こうじゃなくてこっちだったらしい。なんか俺、向こうのさ、正面の方の建物の壁の方を掘ってたけど、ある？あ、あった！軍用、来た！軍用品ボックス。お願いします。弾入っててください。お願いします。なかなか開かねえ。来た！これを探してたんだよね。そう、どっかにね、一個だけあったよなと思ってたのよ。弾入っててほしいね。なんなら銃入っててもらってもいいけど、ショットガンとかね。はい。おっと、あ、やった、弾入ってた。やったね。やったやったやった。薬莢入ってたけど、薬莢はあってもガンパウダーがないからな。もっと入るでしょう、これね。おっそ。全部入るんじゃない ?32 発どう、あ、28か。まあいいやいや、それでもいいや。とりあえずワンマガはこれで確保できた。OKOKOK。で、あとはね、もう一個ちょっと、あれ、ここじゃないな。こっちか。もう一個試しておきたいのが、まだ連鉄持ってるよね。待って、これ、とりあえず薬莢はしまっとくか。午後のライフル弾ね、ショットガンね。あ、スラグ弾なんだ、これ。知らなかった。普通のショットガンの弾だと思ってた。スラッグ弾なのか。じゃあ、散弾しないやつだね。一発だけ飛んでくやつだね。このバットがさ、まあ多分言ってる間に壊れると思うんだよね。で、バットが壊れちゃった時のために、唯一作れるのが、なんだっけ、スパイクバットじゃなくて、あれ、なんか、鉄のさ、これでなんか、あ、これで作るんじゃなかったっけ。なんかコンボを作れなかったっけ。コンボ。鉄のコンボ。作れませんね。なんか作れたような気がしたんだけどな。武器。あ、これか。アイアン強化クラブか。あ、これか。これをちょっと作ってみようかな。あ、釘がないのか。釘作りに行こうかな。丸太細いと、あ、鉄あるからね。これをちょっと、バットの代わりになるのかどうかちょっと確認したいとこなんですけどね。なるかな、バットの代わりに。バット壊れちゃうからね、もう言ってる間に壊れちゃうから。あ、土はなんか作れるんだっけ、そういえば。あ、土は腐葉土とかか。そういう感じか。しまっとくか。ガラスは燃やそう。で、これ、丸太でもいるか。これいらないな。これはいらんな。弾持ってた方がいいでしょ、うん、持ち物が結構ね、これいらないかな。これいらないかもしれん。この辺はまあ一旦置いとくか。これも一旦置いていくか。
これ作るのにいるんだよね、多分ね。これはこうだな。骨は、骨もいるんだけど、こんなにもいらない。ああ、ナイフ欲しいね。ナイフ欲しいわ。半分置いていこうか。半分もいらないな。3つぐらいでいいわ。いざとなったら捨てちゃおう、骨は。よし、ということで、ちょっとフォージまで行きましょうか。町にね、行きたい、行こうかなとも一瞬思ったんですけど、町行ったら死にそう、町行ったら死にそうじゃない、なんか。そんな気がするんだよな。ちょ、待って、何これ。こんなんいらない。捨てちゃえ。クラフトするのに必要な資源がありません。ああ、それね。街行ったらさ、ゾンビいっぱい走ってきて死にそうな気がするんだけどな。この辺だから今ね、平和に過ごせてますけどね。ね、ゾンビもいないからさ。街の方行ったらめちゃめちゃゾンビいるような気がするんだよな。でもやっぱり行ってみたい気もするんだよね。行ってみたい気もするんだよな。ここだっけ？あ、ここだ。よいしょ。あれ？乗り越えるんじゃない？一応閉めとこう。はい。はい、やってきました。ここにガラスが入ってるのか。鉄はまだ残ってるんで、釘をちょっと、釘いっぱいいるんじゃ、あ、6個しか作れない。大して作れないな、マイカ。ついでにこれ燃やそう。ガラス燃やそう。ガラス、これ。よいしょ。で、釘があったら、なんとかバットが作れるのか。アイアン強化クラブだっけが作れるのかな。レンチが作れないのがちょっと痛いね、なんかね。レンチを修理するやつが、いまだに何で修理するのかわからないんだけど。ね、レンチ、レンチ何で修理するのかいまだにわからない。あ、60個もできんの？あ、10できるんだ。1でね、あ、終わった。はい。ああ、そういう感じか。ああ、そういう感じね。そういう感じね。よっしゃ、戻るか。ちょっとアイアン強化クラブを作ってみようか。あ、雨やみましたね。よしよしよし。アイアン強化クラブか。どうだろうな。振りが早ければ全然使えるんだけどね。一発のダメージは別になくてもいいんで。スタン性能と振りが速いかどうか、それが全てなんだよね。この辺も一回叩いてみたい気はするけどね。石しか取れないのか、石以外の、昔はね、あの石叩いて硝酸取れたりとかしてたんです。で、石以外のものもなんか取れるかもしれないなってワンチャン思ってるんですけど、今まで一回もあれ割ってみたことないからね。ということで、これと、釘と、なんだっけ、木だっけ、何がいるんだっけ、アイアン強化クラブ。あ、丸太がいるのか、丸太ある？あ、またあるわ。アイアン強化クラブ。これちょっと作ってみましょうか、10秒。品質1だけど、まあ品質は1だろうな。そらね、高品質のものは作れないよね。これはちょっと返しとこう。釘もまあ一旦置いとくか、これも一旦置いとくか。水はく、まあ、水汲んでくればよかった。あれどうしたっけ、俺、瓶。瓶どうしたっけ、瓶閉まっちゃった。あ、瓶ある、ここに。まあまあ、まあ、今まだ1個あるからいいか。あ、できた、あ、できた、できた。あ、60%、20%、このステータスだと多分、振りは遅いかな。遅そうだね。あ、そうでもない。そうでもない。許せる、まだ。許せる範囲かな。あ、強化アタックはちょっと遅いかもしんないな。バットがね、バットが高性能すぎるんだよね。あ、バット早いよね、やっぱね。バットが高性能すぎるっていうのはあるんだよな。まあいいか。ちょっと行ってみましょうか、どっか。よいしょ。もうこの斧壊れそうじゃない？まあ、まあ使わないからいいか。出先では使わんでしょ。じゃん。銃があるだけでもね、頼もしいよ。マジで。まあ基本棍棒で行くんでしょうけど、基本はね。
ということで、ちょっと道なりに行ってみましょうか。なんか建物あるかもしれないしね。ひょっとしたら、あの、山に登ってみたら街が見えるかもしれないなってちょっと思ってるんですよね。この辺はね、だいぶ田舎だからさ、めっちゃ田舎だからね、山の中だからね、本当に何もないけどさ、山を越えていくとね、あっちに道があるんだよね。これからからか、あそこを登っていくと家でしょ。こっちに道があるんで、こっち行ってみましょうか。ゾンビいるね。これ漁れないの、漁れない。あのゾンビやりたいね。あいつ走るかな。もう敵とね、戦うことで棍棒のレベルも上がっていくはずなんで、どんどん戦っていきたい。よいしょ。どんどん戦っていきたいよ。棍棒のレベルを上げたい。倒れないな、強いな。290か。倒れた。近接レベル、あ、壊れちゃった。近接レベル上昇。はい、レベル上げたいよね、どんどんね。もう死ぬやろお前。 OK。 OK。 何も持ってね。もう一人いたけど、もう一人どこ行った、あれ。どっか行ったな。もう一人いたよね。あ、なんかドア落ちてる。あ、あそこにいるな。ドア解体できるんだっけ。解体しようわ、鉄になる。そこの君、あ、走るのお前。腐った死体、残忍じゃないからいいか。頭に当たってねえか。行け。残忍じゃないから、まあいいや。残忍はやっぱ同じ走るやつでも残忍はめっちゃ強いからな。よいしょ。何も持ってないわ。これでこのなんか上がってんのかな、よくわかんないんだけど。近接武器6 か。6ね。もっと上げなきゃダメだな。もっと上げたいね。で、一応この辺に道が見えてたけど、道あるよね。何？あ、秋の木にそうか。拾えるんだよね、そういえばね。あの、壊さなくてもね。あそこに道あるね。こっちの道を、あ、誰かいる。道をちょっと行きたいね。キョンシー。ヘイ、キョンシー。よいしょ。よいしょ。OK。近接レベルを上げるんだ。強くなれ。もう一人いたような気がするけど。あ、結構湧きましたね。結構湧いたね。また戦闘してると先に進まなくなるからあれなんだけど。あ、こいつ走るんだ。走るんだ。走るのね。勝てえ。勝てえぞ、お前。おい、おい、おい。よっしゃ。埋まった。オッケー。あ、待って。ピストル持ってた。そんなことあるんだ。ピストル持ってることとかあるんだ。マジか。これはまあ、レシピがあるの、これ。あ、そっか。パッド入りグローブとか作れるんだ。こういうのも作ってた。ダクトテープが作れないからダメか。まあ、でもこれが、素材になるんだったら、これ解体しないで取っといた方がいいね。ということで、拳銃、よいしょ。あ、全部入るよね。うん。拳銃は一応持っておきましょうか。まあ、斧使わないからここに入れとくか。強いのこれ、強い。倒せないような気がするけどね。弾倉サイズ8。全然倒せないような気がしないでもないけど、まあいいか。あの人もやるか。あ、こいつ走るんだ。残忍ではないのか。早いな、お前。あ、やばい、殴られる。空振ったら殴られるんだよな。よっしゃ。ほい。カンカンだ、やったね。よっしゃ。OK。じゃあ、ちょっと先に行きましょうか。
結構同じ走ってくるやつでもね、普通のゾンビと残忍では全然強さが違うからな。そういう意味じゃこの HP が見えるね、名前出るのはいいかもしれないけどね、難易度下がるんじゃないかっていう話もあるけど、これが見えることによってね。当たんねえこいつよいしょよいしょ。あ、大きいの早いね君、ちょっとやる気だね。 OK OK、 はい、まあこれはちょっといらないな、捨てておこう。ということでこっちの方はマジ行ったことないところで行ったことないところですね。この辺の山に、あの辺の山に登ってみたらひょっとしたらね、なんか見えるかもしれないけどね。走らないの？ピッチフォークとかでもさ、近接上がるんかな？これめっちゃ強いね、ピッチフォークめっちゃ強いね。あ、オイル？オイルだ。これでも近接が上がるのかな？ねえ、上がるんなら別に強いのを使ってもね。相手、あ、出血しちゃった。よいしょ上がるんなら別にいいんだけど、それでもね。ただもったいないといえばもったいないなのかなあ、レベル上がった。3スキルポイント、5ポイント貯まればこれ買えるんだっけ。今利用可能ポイント35だよねこれ、確かに。あ、5だね。5貯まったらライフが1を買える。でこの辺はもう別に購入スキルポイントで購入できるわけじゃないのかなね。勝手に上がってくんだよね多分ね。うん、まあ、あ、バイカーがいる。強いかなあいつ。誰がいる腐った死体、腐った死体と戦うか。やっぱゾンビと戦って、アイテムの入手源がゾンビしかないから倒すしかないよね、戦うしかないよね当たってる？死ね、あれ死ねよっしゃ、真鍮か。 OK、真鍮もまあ必要でしょう。今んとこガンパウダーが作れないからね。さっき薬莢もらいましたけど、薬莢もらったところでね、たまにまだできないんだけどさ。ゾンビバイカー、まあ残忍とかじゃないんならかかってきなさい。よいしょずいぶんのんびりしてるなお前ね。これ時間かかるからこれでいいか。どれぐらいのダメージ入ってんの？あ、結構ダメージ入るね。あー、でも強い。530もあんのか。そりゃ強いわ。あー、40ぐらいしかダメージ入らない。あと2発じゃん？あと1発？え？なんか走ってきたけど。やばい、なんか、狼走ってきた。狼が、狼が走り回ってるけど。あ、スパイククラブ持ってた。もうこれ履くかこっちの方が関係ないか、あんまり関係ないかな。熱耐性、こっち来る来るかな、来ためっちゃ走り回ってるけど、あ、あいつと戦ってんのか。え、こっち来んの？来ない。銃があるから銃撃つけど。何何何何、あいつ逃げてんのか、ゾンビから逃げてんのか。マジ俺ロックオン、ひょっとして。あ、よかったよかったよかった、ゾンビから逃げてるのかどっちでもいいから倒せ。逃げてる逃げてる。だいぶ HP 減ってんじゃないのあいつ。あ、お前の HP が減ってたわお前の HP が減ってんのか。よいしょ、ちょっとなんか来るかなあいつ。
どこ行った？見失ったわ。急に来る可能性出てきた。急に走ってこられたら怖いんだけど。ねえ、わこわこ言われたら、まあ銃があるからね。最悪銃ぶっ放せば、あ、分かれ道だ。あ、ショッピングカートだ。あ、誰かいる。看護師。うわ、早っ、壊れちゃった。壊れちゃったか。よいしょ、よいしょ。よいしょ。はい。あ、なんだこれ。解熱剤。包帯持ってた。解熱剤って何？熱出るとかあんの？解熱剤15分。そうなんだ。いろんな症状があるんですかね。わかんないけど。どこ？お前か。これ使うか。あんまり使えないやつ。走ってくる敵には使えないやつ。よいしょ、あれ？よいしょ。よいしょ。強いんだけど。あ、踏みっか。強いんだけど、走ってくる敵には使えないの。槍持ってなかったっけ、これ。あ、槍あるの？槍にしようかな。まあいいか。まあいいか。ということで、ここ登ったらなんか見えるかも。あ、やった、ナイフあった。ありがてえ。これ分解しちゃうか。ナイフ拾った、ついに。ありがたいね、ナイフ。なぜかモロトフ持ってんじゃん俺。モロトフ別にいらんかって、持ってこなくてよかったな。何も見えない。本当に山の中なんだな。足音するぞ。木こりだ。フェラルキコリだ。マジか。フェラルキコリはちょっとまずい気がするな。その割には走らんな、お前。それ全力なの？切れて走ってくんのかな。440。勝てなくはないな。やれるぞ、これ。やれるぞ。フェラルキコリ。全然フェラってないじゃないか、お前。全然、スタミナがない。全然走らんやないか、お前。おい。全然。くたばれ。よっしゃ。オッケー。フェラルの割には全然走ってこなかったな。やっぱ家から離れると強い敵来るのか。そういうわけじゃないよね。あ、またショッピングカート落ちてるけど。あ、建物あった。段ボールだ。やった。ここに来るだけで持ち物いっぱいになっちゃうんだが。足音するけど、どこ？こっちにもいるな。悩めるナース。悩んでんのか？祈りなさい。悩めるナースよ。祈りなさい。牧師じゃないけど話聞いてあげよう。おい、おい、おい、よっしゃ。はい。何も見て、もう一人だな。お前は走るんか、キョンシー。キョンシーなのに。全力キョンシーか。危ねえ。これちょっと、面白い来たな。やりたい。やりたい。そう。あかん、遅い。振りが遅い。スタミナがないのか。逃げろ、逃げろ。逃げれない、逃げれない。殴られる、殴られる。お前もか。危ねえ、危ねえ、危ねえ。銃があったから助かったようなものの、非常に危険な戦いだった。やっぱ1対1だといいけどさ、ねえ、何人か一緒に来られるときついね。どこ行った、さっきの死体。首ちょんぱは、首ちょんぱどっか行っちゃった。キョンシーの死体。あ、キョンシーの死体なくなったわ。あれ、なくなっちゃった。あ、いたいたいた。あされないの。あ、首飛んだらあされないの。マジ？そんなことある。そんなことある。そんなことあんの。嘘でしょ。あさらしてくれよ。
あされるあされる当たり判定よ。じゃん、何持ってるかということで建物があった。ちなみにどこ、あこんなとこだ。ああまあまあ遠いじゃ遠いけどね。どうでしょうか、左か下。なんでかいね結構ね。ジョニーズエンドじゃないのかこれねえねえ、旅の終点じゃないのかここは。ひょっとしてスタミナが、あスタミナがなくなるんだ。あスタミナずいぶん減ってるね俺、上限が。どうしたの、なんでそんな減ってんの、スタミナ上限。喉乾いてるから、そうでもないな。あもう無理だ無理です、これ食べるか。スタミナ上限を回復させるにはどうすればいいんだ。あひょっとして寝なきゃいけないのかな、全然寝てないからな全く寝てないですからね私。疲労が溜まってんのかひょっとして。ねえそういうことかな。ステータス効果はとりあえず分からんけど、なんか出ないのジャーナルは空です。これなんだっけ、地図上に表示、クエストを削除、アクティブ切り、ああクエストの話ね。クエストあるのかな、そもそもトレーダーがいないからクエストなんてあるんでしょうか。待って、持ち物がいっぱいだからやつを倒してもしょうがないか。ちょっと様子だけ見たいね、どんな感じのオタクですかあ、そりゃ切り株倒しても蜂蜜出ないって教えてくださいましたね切り株倒しても蜂蜜出ないらしいです。こいつは普通の母母A よっしゃ、じゃん、取れる、あ取れるね。母、向こうに父がいるけど中にいるのお前、あ中にいるのか。ダメか、いやダメだね。待って、もう一人声がする、声しなかった今。走んのお前、あ走ってる走ってる。スタミナが、あやばい、スタミナがなくなるからな。走ってるからか、回復してくれ。よっしゃ、誰か来た、もう一人いるな。誰か、待って、ソルジャー来たんだが、こいつ倒したい。あ、オッケー。ソルジャーが来ちゃった。戦没者。スタミナがね、あんましないから。こいつでもいいもん持ってそうだな。ねえ。いいもん持ってそうだけどな、この人。切れて走ってこられたら困るけど、危ない危ない。ちょっとなんかお前、なんか銃とか持ってそうじゃないこいつこいつ倒したいな、こいつ倒してえな、死なねえ防御力高すぎやろ。おい、スタミナがないから触れないんだ。頑張って倒してくれ。どれぐらいダメージ、ダメージ10ちょいしかダメージ入らない。よっしゃ、いけるか、いけた、オッケー。じゃん、肉かよにめっちゃ期待したのにお前、なんか弾薬とか持ってんのかと思った。そうか、ちなみにこの、あここ開いてんのかな、あ施錠済みだ、あいつここ壊してきたのね。どっから入るんだろうね、この辺になんか赤いのが今見えたけど、気のせいか。ウサギだ、あそこから入るんだ、誰かいる。腐った死体が走るんか、ちょっとスタミナ危ね、やばい殴られるやばい、スタミナがない、スタミナが、寝なきゃダメなのかな、やっぱひょっとしてそういうことなのかな
戦えないな。ちょっと戦えないね、これじゃね。もう26しかないんだけど、スタミナ。マックスで。マックスで26はちょっときついね。あ、でもなんかあるね、これね。あー、いたー。ゾンビメカニック。走る？走んないか。走らないんならまあやれなくはない。スリーパーだよね、君ね。君スリーパーですよね。よいしょ。150か。まあ、そんなに強くないな。よいしょ。よいしょ。メカニックだからレンチとか持って、あ、ガソリンとか持ってんだ。ガソリン欲しい。ガソリン欲しいけど、あ、これ分解しよう。待って、その薪、これ取れるんじゃない？あ、だよね。薪取れるよね。薪欲しいね。どうしようかな。まあ、カートいらんか。これ分解するか。鉄にしよう。で、薪もらって帰ろう。薪あさって帰ろう。オッケー。あ、そこ空いてんだ。そこ空いてるね。これあされないのか。これあされないんだ。こっから入るんだ。あー、ゾンビいるね。いらっしゃるね。ジョニーズエンドじゃないですか。ここ看板ないけど、まあいいか。ちょっともう荷物持てないから、ここにあるっていうことが分かっただけでもいいか。一旦荷物置いてまた来るか。これね、もう余計なもん持ちすぎなんだよね、多分ね。ねえ、持たなくていいものをさ、いっぱい持ってるから、草とかさ。ねえ、そんなの置いてくりゃいいのに。じゃん。これも欲しいな。後で取るか。そのうち取りに来よう。ということで、帰ろう。まあじゃあ今回はこの辺にしておきましょうか。まあこっからちょっと、まあ、こっからちょっと雑談でもするんで、まあこの辺で一旦終わっときましょうか。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。あ、待って、また兵隊がいるけど。兵士、あ、普通の兵士だ。あいつ走り、戦ってんの、なんかと。何してんの、あいつ。あ、走るんだ、マジ。マジ、それ勝てないんじゃない、俺。それ勝てないような気がする。今のスタミナだったら。スタミナがある時なら戦えるけど。ちょっと無理じゃね？無理じゃね？ちょっとやめとこうか。こいつぐらいならか、お前も走るんか。お前も走るんか。ちょっと待って、お前、こいつにすら勝てないんじゃないか。あ、勝てる勝てる。こいつだけ倒した。スタミナがない。あ、OK。よっしゃ。はい。さっきの兵士はちょっとやりたいところだけど、さすがにスタミナがないからな。うん、まあいいか。とりあえず、まあ、帰って荷物を下ろしてからまた始めましょう。はい。ということで、もうあと帰るだけなので、この辺で終われないか。やばい、殴られる。あ、止まった。なんだお前。その走ったり止まったりするのか。危険物処理班、ハズマットスーツ持ってんじゃないかお前。スタミナがないので殴れません。あーなるほど。見つけたら走るのか。OK。どこ？遠い、まだ。あ、道間違えてる？ひょっとして。あ、やばい、道間違えてる。こっちじゃなかった。危ない。帰ると言いながら全然違うとこ行っちゃうとこだった。危ねえ、危ねえ。どっち？お家？こっちだ。この辺突っ切って。あ、ちょっと待って待って。誰が来た？やばい、やばいの来ちゃった。倒した。倒せてない。もう一人いたな。もう一人声がしたけど。OK。ヘイ。なんか夜より昼間の方がゾンビが多い。ねえ。拠点から、拠点の周りはさ、ランドクレームブロックとかない代わりに、ベッドを置いたらなんかゾンビ出なくなるとか、そういうのあんのかな。よいしょ。これ突っ切っていこう。最短ルート、もっとこっちか。家こっちだ。最短ルートで家に向かおう。スタミナが。ちょっと寝てみようか。まあ、そうだな。寝たら回復するのかな、この上限。
全然一切寝てないからな。でも昼間に寝るのもったいないよね。なんかね、昼間に寝るのもったいないね寝るなら夜でしょって感じだけどな。うわー、人いっぱいいる。いっぱいでもないか。待って、あそこにテントあるけど。なんかゾンビバイカーはやれる。看護師問う録音されてる。これピッチフォークだったら届くんじゃない、この上からでも。ああ、こいつロックオンされてるね。あそこにテントがあるのが気になるね。え、当たらないのか当たらんのか。当たるじゃん。530万。上がってきた。嘘上がってきたわ。普通に上がってきやがった。マジか。まあでも走らないならやれる。40ダメージ40か。まあまあのダメージだね、それ。いいぞ。よっしゃよっしゃ、叩きのめしているスタミナがないからさ、追い打ちがちょっと遅いけどね。追い打ちがだいぶ遅いけど、他のゾンビにやられそうだ、こんなことしてる間に。あと一発じゃないか。もう一発か。よっしゃ。じゃん。おっと、アイアン強化クラブは今まさに持ってるやつ。これ2になるのかな。ならない。あ、待って、抗生物質めっちゃ欲しいじゃんね、これね。これはめちゃくちゃ欲しいでしょ。草捨てるか。草捨てて、骨捨てて、こう取るか。OK。OK、OK。ナースどこ行った？いた。走る、やっぱ走るよね、こいつはね。倒したか。HP はないからな。あー、壊れちゃった。まあいいか。じゃん、拾ったやつだからいいか。アイアン強化クラブ拾ったやつから行こうか。あそこにテントあるの気になるね、なんかね。スリーパーいんのかな？スリーパーベッドが置いてある。ほう。あ、いた、スリーパー。スリーパーいたわ。走ったりはしないんだ。これあんま強くないな。あんま強くないな。あ、大したダメージ出ないな。50でしょ。22ダメージ倒せない。 OK。 へい、これはご飯入ってる？入ってないわ。あれ、これ結構、あ、これ結構容量でかいね、クーラーボックスね。持って帰ろうかな。ゴミ箱とかよりずっとこっちのが容量でかいじゃん。この中はやばい、犬がいた。マジか。犬いたんだが。来た？来る？ちょっと、犬が、来るかな、あの犬。やめてほしいな、ちょっと。ごめんなさい。起こしちゃって。なんで犬飼ってんの、テントの中で。嘘でしょ。嘘でしょ。来ないか。来ないみたい。よかった。逃げよう。鹿くんと一緒に逃げよう。危険だな。危険な罠だった、今。気づくの早くてよかった。はい。ということで、スパイダー来たけど。なかなかゾンビ、何やってんの、お前。おい。クラーク。クラーク？近接ダメージ上がりましたか、近接。これやっぱスタミナはあんまり使わないんだね、こっちはね。おっと、ペインキラー、ペインキラーゲットだ。はい、
終わると言いながらなかなか見ちゃってる俺。合ってるね。こっちだな。こっちに行くべしだ。早く帰りたい。早く帰りたい。もうなんか変なの見つけてももう、あ、見えた見えた。お家見えました。早く帰りたい。とりあえずもうなんか物件見つけてももう行くのやめよう。いや、犬がいるんだったらダメだわ。じゃあちょっと次回ちょっとスタミナ回復させなきゃいけないから、あそこに人いる？あれ人じゃないのか。スタミナの上限を回復させたいので、させたいのでじゃなくて、させてから回復してからあのお家行った方がいいかなと思うんで、次回はちょっとまた体勢立て直す感じにしようか。拠点の整備をするかな、またね。あのドア作ったりとかね、うん、その辺やるか。ガンパウダーとか作りたいけど作れないね。よいしょ。はい、ということで帰ってまいりました。はい、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。ちょっと荷物整理だけねまたしておきますので。あ、これ待って、変形できんのこれ。そう、ラジュアルメニューついてるけど、あ、色が変わる。あ、これクーラーボックスなんだ。フリーザーワークステーション凍るの。あ、そうなんだ。フリーザーワークステーション、そうなの。なんか機能があんの。あ、押して使う。あ、凍らせることができんの。あ、そうなんだ。プロポリスチンキって何すんの。プロポリスアルコール、プロポリス有毒性、その商品の場合によっては感染症の治療に良いことも。あ、そうな、感染症も治せることがあるんだ。ペニシリンとか作れるけど。へえ、そうなんですね。皆さんクーラーボックスを拾ったらフリーザーにした方がいいですよ。冷えたビールとか。あ、氷がいるんだ。冷たい水、あ、氷があればね、こういうのが作れるんだ。なるほどね。はい、ということで、これね、フリーザーね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。